国鉄補機6800軽貨車は1964年から製作されたセメントグリーン化専用の35トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に車席を承継された。補機6800型は、 セメントクリンカ輸送用として1964年から1979年にかけて、汽車製造、若松車両、川崎重工業にて106両が製作された。セメントクリンカを専用種別とする貨車は、本形式と補機6700系の2形式のみである。補機6700型が底開き式に対して、本形式は側開き式であった。所有者は、 三井ゼメント一社のみであった。その後同社は三井鉱山へ社名変更をした。福岡県の金田駅を常備駅として、五島寺線の千備駅と鹿児島本線の外ヶ浜駅の間を原料輸送に運用された。側開き、式有害発破車であり、二役方式は、発破上部の屋根扉より、上入れ、自長落下式による下出しであった。上扉。 下扉の開閉はエアーによる。開閉は一社のみならず、編成単位で操作可能であった。全長は 1600mm、全幅は 2679mm、全高は 3325mm、台車中心間距離は 6500mm、事業席は24.2立方メートル、事長は21.8トンで、換算量数は、 赤車5.5、空車1.8、台車はベッテンドルフ式の TR41C、TR41E-13、TR225、TR213C TR であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承されたが1989年10月に全車が 一斉に廃車になり形式消滅した。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。